彼に選択させたらいいんじゃないっていう気がする。なんかかわいそうだよ、うん、いかにその指導者が指導するかだと思うんだよ、うん。今回中日ドラゴンズの話なんですけども、はい、うん、まあ、結構今日12日で、まあ、日ハムとの今戦いやっていて、まあ、ちょっと負けが続いてたりというところで、うん、日本選手、はいはい、前から石毛さん注目されてると思うんですけど、うん、まあ、ピッチャーやったり野手やったり、立浪監督も、まあ、現状守備力はないっていうふうに発言されてて、ショートの守備力ね、はい、はい、うん、主に、まあ、ピッチャーとして今は考えてるっていうような発言を立浪監督自身がされてるっていうところなんですけど、うん、まあ、こういうちょっとこうどっちつかずな状況を今石毛さんがどういうふうにいや、どうすんだろうねって、もう4年目でしょ、球団が、編成部が、現場の監督が、コーチが、2軍の監督コーチが彼をどういうふうに見ているのか、はい、ああ、でもまあ当然そういうふうにいろんな見てるんだよね、いろんな方面から分析してると思う。で、立浪監督はピッチャーとして、それは何でったら守備力に不安があるから、内野手はちょっと任せきれないねっていうで、これで外野からスタートした、うん、で外野ならまあ間違いないだろうというとこで、外野で使う分にはまだバッティングがちょっと今物足りない、うん、じゃあピッチャーでゲームが決まった中での、まあこう配線処理的に投げさす、まあ、それなボールも投げれる、うん、そういう面ではパッと見た瞬間やっぱりこう全てのスキルにおいてレベルの高い、うん、で見ようによってはある人はやっぱりピッチャーがいいんじゃないの、いやいやある人はショートで使えんじゃないの、いやある人は外野に一歩にした方がいいんじゃないのっていう、中日ドラゴンズそのものがもう悩んでる、そんなものがもう手に取るように分かるよね、うん、でこれってネオンはじゃあどうなってんのよって、自分はどうやりたいんだっていう彼の気持ちはあんのかなそこにという、うん、まず彼が何をしたいのか何をやりたいのか確認をして、でまあ彼の野球人生なんで彼に決めさせたらいいじゃんみんなもうね、うん、うん、俺は彼の何だろう物事に対するそのいろんなそのなんだろう洞察力も含め知識も含め、考える能力も含め、だからそれなりのお前ここでやったらどうだって少し上げると、彼はねやり遂げるような気がするんだよね、うん、だからそのやり遂げる一番自分が集中してできるポジションを俺彼にもう決めさせて、うん、彼に選択させたらいいんじゃないっていう気がする、うん、なんかなんで4年目にしてまだそうやってフラフラしてるように見えて仕方ならないんだよね、うん、なんかかわいそうだよ、うん、うん、まあ、首脳陣側もこう使い方をいまいち悩んでるっていう感じなんですかね。そうでしょう、だからさっき言ったように見ようによってはピッチャーがいいんじゃない、野手がいいんじゃない、何がいいんじゃないっていうね、うん、それだけのポテンシャルが高い選手だと思うんだよ、うん、でちゃんとした考え方も取り組み方も、真面目に野球を考えて取り組んでる姿もあるから、うん、それは彼を知れば知るほどやっぱり何とかしてあげたいっていう、何とかしてあげたい何とかしてあげたい、じゃあお前はどうしたいんだっていうふうに聞いて彼に、うん、好きなようにやらせたらいいんじゃない、うんうん、それしかねえんじゃない、だって今だってそうじゃん現状が、である人はじゃあショートで使ってくれ、うん、最初はミスも仕方ねえだろうって、でも立浪監督は今の現状の守備力じゃちょっと不安で使えないっていう、だったら育てんだったら無理してエラーしようがないしが使い切ればいい話で、うん、ピッチャーだったらもういきなりもう2軍に置いてもどんどんどん投げさせればいい話だし、もう置いてる立場も中途半端だよね、うん、分かんないよ、あの我々外から見ると何でも言えるけど、現状はいろんなことをまとめてああでもねこうでもねやっぱりやってると思うんだよね、うん、だったら彼の意思を尊重してよっていうところだよね、うん、あんまりでもまだちょっとこう日本選手自身の意思はまだあんまり、まあ、こうコメントとかでは中途半端な成績なんでいい成績残したいっていう発言はされてますけど、うん、具体的にこうどの数字を出していくかみたいなのはあまり出てこないですね、うん、うん、
でも最初彼は野手で勝負したいってなったのかな、うん、でピッチャーを諦めてショート行った、で強打選手がいた、で競り合わせたら強打に負けた、じゃあ外野だっていう、うん、じゃあそのためにはバッティングを生かさなきゃいけない、でバッティングでまあいろいろコーチから監督からヒントをもらってバッティングを変えようとする姿は見れる、うん、だけどそれとてまだ結果ってつながってない、うん、そこで諦めるのよ、じゃあどういうふうに結果出せるかっていうものをもっと指導すればいい話だし、うんうん、経験を積ませんであるならばショートで使い切ってエラー仕方ないんだからっていうの、それもあるかも分かんないし、なんかその首脳陣のまず腹が決まってないということね、うん、で本人のその首脳陣の腹が決まってない、それイコール彼自身の腹まで狂わしてしまってるってところで、なんかもうかわいそうしか見えないよね、うん、今後まあ石毛さんがどういう選手としてこう活躍、まあ、石毛さんのまあ、完全に主観で大丈夫なんですけど、うん、どういう姿を見たいとかってのあったりしますか？なんかああいう選手はやっぱりピッチャーが内野手にいてほしいよね、うん、あなんか外野行っちゃうと、うん、じゃあめっきり相当足が速いか、これ決勝マークなんでこれ分かってないんだけど、うん、なんかレフトとかも持ってる現状を見るとなんかもったいないなって気がするよね、うん、やっぱり鼻のある選手、うん、そういう人間はやっぱり目立つところでプレショーニングしてほしいなと思うよね、うん、要はいかにその指導者が指導するかだと思うんだよ、うん、もう前回の中田翔でもそうだと思うんだけど、うんうん、きっちりと理論武装をして選手を伝えさ選手に伝えて、じゃあこういうドリルから始めましょう、結果こういうふうになりますよっていう、そこら辺のその完成形を見させてあげて、うん、首脳陣も一緒にこうね、一緒に努力する姿を見せてあげればいいのかなと思うね。俺はそうだな、やっぱりショートで出てほしいかな、うんうん、かピッチャーだな、うんうんうん、どちらかというと打撃より守備だったりこう投手としてっていう、うん、だからバッティングは高校の時はさほどいいとは思わなかった、一緒に行ったロッテの藤原選手もね、うん、そんなにいいとは思わなかった、うん、でもまあプロに行けば変わってくるんだろうなと思ってたけど、うん、それがあんまり変わらずに、でも今年からいろいろこう矯正 し始めた、でこの YouTube でも言ったけどちょっとこう良くなって、ここら辺の雰囲気だけどトップが浅いからっていう、うん、これもう少しこうグッと腫れていけばもっと違ったものが出てくるんだろうなと思うんだけど、なんかこう軽くじゃないな、なんかこう綺麗に打ちましょうみたいなところがあるんで、うん、もっと力感を出すためにはどうしたらいいかなっていうことを考えれば逆にいいと思うんだけど、うんうん、やっぱり本人の気持ち次第じゃないのかな、本人が何をやりたいっていう、俺はこういう野球人を目指したいっていう、うん、でいいと思うよね、うん、彼の野球人生だし、うん、でそういうふうに腹を決めたら、じゃあ首脳陣がどうやって育成方法にどんなメニュー、ドリルを与えていくかってことを考えていけばいいんじゃないかな、うん、腹はそろそろ決めてあげないとね、うん、だって案外とピッチャーやってた人間がピッチャー辞めて野手に転向して成功してっていう事例がたくさんあるわけだよね、うん、松井稼頭もそうだし糸井もそうだし、うん、たくさんいますよ、うん、野手からピッチャーになって、まあもともと彼はピッチャーの経験もあるかもわからないけど、うん、案外まあ野手からピッチャーになって成功したっていう事例あんまり聞かないよね。中途半端やめてください、中日ドラゴンズ。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。